疲れ様です。今日は2020年の令和2年3月23日月曜日になります。みょうけんチャンネルのみょうけんです。そしてブルーのガンツとやーやーやーと言い合いっこしてきたアノニマスです。はい、ブルーのガンツさんはもうとりあえずお亡くなりになってるよね。そうだよね、というわけでいつも通り行きましょう。今日は何の日だ、また一つ世界気象デー、世界気象機関が、発足10周年を記念して1960年、日本でいうと昭和35年に制定、国際デーの一つだね。世界気象の日ともされてます。もう、出てるから自分で読んで。1950年の、昭和25年のこの日に世界気象機関条約が発足し、 WMO が発足したと。翌年気象学、気象と気候な、このおよびオペレーショナル水分学、これらに関連する地球物理学の分野における国際連合の専門機関として登録されております。まあそりゃそうだよね。WMO は気象事業の国際的な標準化と改善及び調整、並びに各加盟国地域間のにおける気象情報の資料の効率的な交換の推奨を主な業務としている。本部はスイスのジュネーブにあります。こういうの結構スイス多いな。で、2015年の平成27年の3月時点で世界の185カ国と6地域が参加している。日本は、1953年の昭和28年に加盟したと。気象庁は、WMO や、各国の気象機関と協力しながら気候変動対策などの課題に取り組んでおりますよと。まあそういう日です。では、いきますよ。3月23日誕生日の有名人、一人だけ、今回は、一人ばっかだな。マーク・リチャード・ハント。マーク・ハントだね。格闘家。マーク・ハントね。あと、K-1 とかで活躍してた人。それだけ。それだけ。この一人。で、次、3月23日誕生日の歴史上人物、映画好き。お待たせしました、黒澤明監督でございます。黒澤明ね、はい、世界の黒澤です。そうだね、七人の侍、椿三十郎とか、あと用心棒とかかな。椿三十郎はあのニュアンスに一回借りてみたけど面白かったね。やっぱりね、面白かった。だから間違えてはいけないのは三船敏郎と間違えちゃダメなんだよね。何が黒澤明と三船敏郎よくタッグ組むからさ。ああそうだね、タッグよく組んでるね。三船敏郎じゃなくて黒澤明監督だったよね。では次、3月23日誕生日の漫画アニメキャラクター、今回は2人、ちなみにどっちも同じアニメです。あだしのひしりとカウレス・フォルベッジ。ロード・エル・メロイ2世の事件簿に出てくる、片っぽはなんかよくわかんない、あのなんだ、着物着た魔術師、なんかロード・エル・メロイ2世と仲がいいのか悪いのかよくわかんない人と、もう一人は、生徒、ロード・エル・メロイの生徒になります。というわけで3月23日誕生日の方おめでとうございます。